こんにちは、チームハロンズです。この動画は、米国以外の経済指標に対するエコノミストの見方を紹介する番組です。今回は4月16日、日本時間15時に発表される英国の3月雇用統計です。国家統計局 ONS が発表する労働市場の動向を示すデータで、英国経済を見通す上で重視される統計です。また、近年はインフル抑制がマーケットの重要なテーマとなっており、 週平均賃金の動向も着目されますこちらは英国の失業率失業保険申請件数週平均賃金消費者物価指数を並べたチャートです失業率はほぼ横ばいですが失業保険申請件数が緩やかに増加している点が気になるほか賃金の伸びが頭打ちとなったことでこの先のインフレ抑制も期待されています次にこちらは英国の2月週平均賃金に対するエコノミスト予想ですエコノミストの中央値 いわゆるコンセンサスは5.5%と、1月の5.6%から低下し、インフレ抑制への期待感が広がるとの見方が優勢です。また、予想平均値は5.46%とコンセンサスよりも下側となっており、マーケット関係者はより控えめな指標結果を意識している様子です。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の講座解説得点2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典。 5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。次にこれは、使用結果後のポンド円の変化率を6時間先まで示したチャートです。表中のサプライズはコンセンサスと結果の返り具合を示しています。使用後は50銭から70銭程度動くケースもあるようで、お取引の際にご注意ください。また。 結果に対する反応が完全に一致するわけではありませんが、賃金動向がポジティブサプライズならポンド円が上向き、ネガティブサプライズならポンド円が下向きに反応するケースが多いようです。本日は以上となりますが、番組が気に入ればグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。